エドアルト・マルクス・ゼンは、ドイツのピアニスト、作曲家、教育者。マルクス・ゼンは、ニーンシテッテンに生まれた。父は、オルガニストのデートレフ・ヨハン・マルクス・ゼン。母は、ゾフィア・エレオノーライ・ヨハンナ・ミヒエルスであった。マルクス・ゼンが初めて正式な音楽教育を受けたのは19歳の時で、指導を行ったのは、ハンブルクの作曲家、音楽教師だったヨハン・ヘルマン・クラーチングであった。 1830年からは、ウィーンへと移り、イグナーツ・フォンザイ・フリート、ジーモン・ゼヒター、カール・マリア・フォン・ボックレトラに支持した。1837年から1852年にかけては、ハンブルクで音楽教師として働き、1830年から1854年までは、ゲオルク・マルクス・前ンと共に、同地の音楽教育機関の長も、務めていた。 1834年11月18日、ウィーンから戻ったマルクス前はハンブルクで初めての演奏会を開催した。1842年には同年に発生した大火災によって援助を必要としていたハンブルク氏のために北ドイツ音楽協会の委員となった。1855年から1887年にかけてはアルトナで音楽教師として活動し、 文下からは、フェルディナント・ティエリオや、ヨハネス・ブラームスらが輩出した。ブラームスは、ピアノ競争曲、第2番を、マルクス・ゼンに検定している。アルトナでは、歌曲の会を創設、主催し、ハンブルク作曲家協会では名誉会員に選ばれた。マルクス・ゼンは、生涯未婚でアルトナに没した。作曲家としては、複数の公共曲、序曲、男性合唱曲、 オペレッタを1曲、室内楽曲、ピアノ曲、多数のピアノ伴奏付き歌曲を残している。作品数は70を超え、中でも還元楽曲、ベートーベンの影は幾度も演奏された。マルクス前の還元楽作品はいずれも未出版のままとなっている。作品の思考譜は、ウィーン楽友協会の文書保管庫、ハンブルク州立大学図書館。 サンクトペテルブルクのロシア国立図書館から発見されている。ありがとうございます。